こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、朝日新聞社説でですね、五輪中止宣言、こういったものがありまして、まあこれがね、実はね、非常にこう話題になりましたということで、ぶっちゃけ丸ちょっとね、いろいろ調べてみました。で、そこでですね、要はまあ分かりやすく言うと、まあオリンピックのパートナーは降りないけども、その五輪中止はまあ様々な、状況をですね、考慮して、まあ、中止すべきじゃないかということをね、提言しているっていうふうに、まあ、受け止めることができる、そういったね、文章だったと思うんですけども、まあ、これ一番大事な話なんですね。マスコミっていうのは、その、金銭的な利害関係を超えてもね、やっぱり、情報として伝えなきゃいけないものは、まあ、やっぱりそれこそ社運をかけてね、伝える。まあ、これって本当に建前でもあるんだけど、本音でもあるわけなんですよ。で、その中でね、まあ折衷案的ななんか感じにも見えなくもないんだけども、まあ要はね、夏の甲子園の話とかそういったことは一切触れずに、オリンピックだけとかいろんな批判があるじゃないですか。でも、じゃあ他の、まあこの五輪のスポンサーをしている読売、日経、毎日、産経、北海道新聞、ここはね、そもそもその中止すら提言してませんからね。で、東京新聞、まあ本社でしたの中日新聞ですよね。まあここもね、まあオリンピックのいろんなことはね、もちろん伝えてるんですけども、中止ということをね、明言するような、まあ、そういったね、提言というのはなされてませんよという点で、まあ、朝日新聞というのはね、ちょっとそういったものと一線を画すような記事を掲載したんだなというふうに受け取りました。で、もう一つ、やはりね、読者層、これがね、すごく実はね、大事ですよと。これは何かって言いますと、まあ、よく言われるんですけど、革新系の人たちは、まあ、朝日新聞を読む人が多いですよ、ね、保守系の人たちは、例えば読売新聞を読む人多いですよみたいな感じがあると思うんですけど、まあ、それはやっぱり合ってるんですよ。で、その時に、まあ、例えば共産党の宇都宮さんがもう五輪中止をね、まあ、40万人以上ね、署名集めましたよとか、そういったことをね、見ると、読者の人がオリンピック中止派の人の方が多いよね、まあ、中止延期派の人の方が開催を賛成する人より多いよねっていう情報媒体だったから、あえてその読者向けに社説を書きましたと。しかも普通社説っていうのは、まあ、2本出すんですけども、1日あたりですね、それをね、1本にするってことは、その2倍の文章で書くわけだから、これ相当力入ってるわけなんですよ。つまり読者にそこまでアピールしてますよっていうね、狙いもあると思うんですよね。ですから、まあ、よく朝日新聞っていうとね、ネットだと叩かれ気味なんですけど、まあね、まあ、もちろんね、マスコミ全体も叩かれ気味なんですけども、その立場に立った者がどういう態度を取るかっていうのは、やっぱりね、その立場になった人間じゃないと分かんない面があるんですけど、今回、まあ都議選もね、まあ、迫ってますからあれなんですけども、国政選挙もね、もちろん年内に行われるわけで、まあ、いろいろ考えると、やはりその革新系の人たちにある程度その寄ったような記事を出してしまうっていうのも、うん、まあ、商業ベースだからある程度は仕方ないかもしれませんけども、それでもなおね、やはりここまでね、国内世論も国際世論も、まあ、もろ手を挙げて賛成しているどころかですね、まあ、なんかこう反対している人の方がはるかに多いという状況を鑑みれば、いつまでものらりくらりとしないで一定の、まあ、提言を出すっていうのは、まあ、あり得るのかなというふうに思いましたということですね。まあ、ぶっちゃけ丸のね、考えとしてはね、まあ、そこにいいも悪いも色をつけたくないっていうのは正直あるんですよ。だって考え方いろいろあるわけですからね。ただ
その朝日新聞をその、まあ、称賛する人も非難する人もいるとは思うんですけども、そこでやったかやらないかっていう部分はね、あのそう、事実を事実として見る、これはね本当大事だなと思うんですよね。つまりやらない報道機関はやらないっていう判断をしているとも言えるわけですよ。まあ、そこにどんな思惑があるかっていうこともね含めてよく考えていただければ、今回の件っていうのは、まあまあ、いくらマスコミだとかね、あの皆さんね一括りで言ったとしても、まあ、決して一枚岩じゃないんだなってことがね、まあ、よくわかる一つの出来事なんじゃないかと思いましてね、まあ、一本動画作らせてもらいましたということですね。あ、ちなみにね、私の知ってる話だと朝日新聞の中にも保守的な考えの記者はいっぱいいますしね、で読売新聞の記者でも革新的な考え方の人いっぱいいますから、まあ記事にならないかなってるかってだけの違いであってね、あの個人個人見ると結構違いますよ、うん、皆さんが思ってるイメージのステレオタイプ的な感じの人ってそこまで多くない印象ですねっていうのがぶっちゃけ丸が聞き及んでる話ですということですね。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。